皆さんどうもこんにちは、ダイタルです。ワンピースオデッセイ、やりましょうか。さあ、前回ね、クロコダイル、やっつけて、白いリムと、なんかよくわかんない感じになりました。詳しくは前回の動画見てください。はい。というわけで、メモリアキューブを使って元の世界に帰りましょうか。行くぜ、帰るぞ、ルフィ。メモリアキューブよ。で、この世界に閉じ込められたんだけど、やっと帰れるかな。俺たちここから出られるのか。行けるか。さっきの異変は、あの黒いキューブが原因だったってこと？そういうこと？そうみたいね。でも何なの？あの黒いキューブ。なんだろうねあれ。わからないわ。わからんのか。結局わからんちゃんですね。肝心なことはわからずじまいか。まあでも帰れるならいいでしょ。いいか。そう。出られるなら。そう気が合うな俺。早く脱出して。おう。俺たちを閉じ込めたリムみたいなやつに会いに行くぞ。黒いリム。黒リム。会いに行こう。え？いた黒リムだ。で白リム、黒リム、赤リム、青リム、いろんなリムがいる、この世界、ピクミンみたいですね。帰ってきた。戻ってきましたよ。ルフィのこの顔かっこよ。ドアップです。え？どう見てもワフルドじゃねえな。なんで閉じ込められてんだよ。なんで俺たち捕まってんだってこと、やばいって。これどこだここ。いやー、出してー。ビビりすぎだろ。いやー。司法の塔じゃないかしら。え、司法の塔にいるの今。ワフルドに戻れてないの？おい、連続する物語かよこれ。まさかアルチビを通らずにメモリアからメモリアに飛ばされるなんて。アルチビ不思議空間ですね。こんなことありえないわ。何が起こってんの？ここから出るぞ。どうすんの牢屋。この揺れ。何やに バスターコールの中もしかして。いや、さっきから騒がしくねえか。何？いや、バスターコールじゃねマジでこれ。大丈夫？ドン、ドン。ちょ、で、なんかいる、なんか、え？白ひげ？白ひげのおっさん！おい！グラフィックなかったろ、あんた！なんでいるの、白ひげ？顔怖っ。なんだ、おめえら。どうも。はじめまして。なんで白ひげがいるの？リム？これ通常リムかな？青リム？青い、青リムだ。いつものリムですね。どうした？黒いとこにいる。どこここ？ここは、どこ？一体、何が起こったの？どうしたの？ねえ、なぜここにいるのかどうする？ルフィたちがどうするか考える。ルフィのこと考えようぜ。まずは状況確認よ。何が起こったのか確認しなきゃ。なんだここ。ここがどこなのかわからない。それどころか、どうやってここに来たのかもわからない。誘拐された？何があったんだ、リム。うん、そうね。落ち着け、私。一旦落ち着かないと。この時、ロビンやナミなら、きっと落ち着いて状況を把握しようとするはず。キョロキョロ。最後の記憶は、肉を取りに行ったとこだよね。うん。あたりは完全に、暗闇。足元も真っ暗で自分の足以外何も見えない。なんなの？状況白書にも。暗闇しかないじゃない！怒りむきた、怒りむ。リム閉じ込められてっけど！どうしよう、これ。困ったね。セーブしますか？セーブしましょう。第12章。世界最強の海賊。白ひげ。白ひげ。なんでおっさんがこんなところにいるんだ。なんでだよ、確かに。なれなれしい口を聞く小僧だ。おめえに答える義理はねえよ。猫は。おい、どこ行くんだよ。でかすぎ、ドスンドス言いすぎだろ。体重何キロだ、白ひげのおっさん。あれが大海賊白ひげ、エドワード・ニューゲートか。マジですごかったな。初めてこんな間近で見たわね。ビビったわ。サインもらおうかしら。威圧感だ。メモリアでの頂上戦争じゃかなり離れてたから。ああ、いや、いなかったでしょ、そもそも。どうして白ひげがここに。白ひげっぽいおじさんがいたぐらいだろ。ゾロ、この檻切れ。おう。俺たちもここから出よう。頼むぜ、ゾロ。来た。さあ、鉄切り。出られた。ゾロすごいな、相変わらず。それにしても、なんでこんなところに白ひげがいるんだ。いや、本当だよ。なんでいるの。ここもアラバスタみたいに
私たちの記憶と違うということかしら。そういうことかもね。きっとそうなんでしょうね。じゃあここでもまた黒いキューブを探さないといけねえのか。やだな。ここがアラバスタと同じならね。また黒いキューブ誰だろう持ってんの。どうする。でも待って、黒いキューブ持ってんの。赤犬かな。誰だろう。エミエスロビーにいるということ。そうだね。黒いキューブを探す手がかりになるかもしれない。ここの世界はどんな風になってるのか気になるね。おっさんを追いかけるぞ。どう歴史が変わってるのか。ちょっとおもろいな。イジミは白ひげの後を追った。え？見てください。海兵の皆さん倒れてますよ。やっつけられた。さすがは白ひげだ。海兵なんで元ともしねえな。こっちも全部やっつけられてる。白ひげは地下通路。あら。便利に開いてるわ。奥に向かったってことで間違いなさそうだ。行くぜ。ギアサードで開けたとこだね。一秒通路を奥へ進んだ。さあ、どんどん行きましょう、奥へ。展開が早いな。白ひげを追え。もういるで、白ひげそこに。じゃあ、あえて後ろ。どこ行くつもりよ。ごめんなさい、ナミさん。怒られました。いたぞ。強すぎる。ねえ。化け物だ。いや、一般人ではかけん。白ひげと戦うの俺。無理だろ。勝てんて。俺を止めたきゃ。ヤープか戦国、大将でも連れてきやがれ。いや、勝てとか、大将、中将、元帥。おーい、おっさん。っす。ん？牢に入れられてたさっきの小僧じゃねえか。俺に何の用だ。何してんだ。別に牢に入れられてたわけじゃねえよ。気がついたら入ってたんだ。そうだよ。わけがわかんねえな。俺もだよ。それより黒い箱を知らねえか。黒い箱。黒い箱？そんなもん知らねえよ。いや、知らんか。知らねえのかよ。どうすんだよ。なあ、おっさん知らねえって。本人が知らなくても、白ひげがここにいるっていうことが手がかりになるかもしれないわ。すげえ慣れ慣れしいな。そうなのか。おっさん、おっさんはなんでここにいるんだ。そうだよ、なんでいるの。うるせえ小僧だな。さっきも言ったろ、おめえに答える義理はねえ。頂上戦争ではないもんな、ここって。そんなこと言わずに教えてくれよ。七尾やん。白ひげを捕らえろ。なんで海兵こんないるんだよ。また来やがったか。協力すんのかこれ。うるせえなあいつら。俺がおっさんと話してんだろ。ねえ、勝負すんぞ。ほら、何する気だ小僧。がついたからぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすやいぜ。余計なことすんじゃねえ。やだやだってエロビー、やりたい放題やったな。戦争の時どんなだったか知らねえけど、お前相手は白ひげだぞ。さっきからおっさんおっさんってそんな口聞いて怒らせたんじゃねえか。ふん、勝手にしやがれ。ただし俺の足だけは一般じゃねえぞ。当たり前だ。あんな奴らには負けねえよ。そう、一般人だもんな、ただの。さあ、リビデッドオーダーかな、多分バトルだ。まさかの白ひげとの共闘。あ、リビデッドオーダーでもない。その麦わら帽子。おう、これシャンクスだよ。赤髪が昔被ってた奴によく似てるな。お、やっと気づきました。まあいい。行くぞ、あなたり。おう。大丈夫だ。二人しかいねえ。もういいや、ボコボコにしましょう。一撃でーす。行くぜ。今思うとギアホースって空気入れるだけ、空気と覇気だけど、よう姿めっちゃ変わるよな。白ひげの技見たい。よし。邪魔だな。邪魔だな。おい、邪魔だな。パンチ。うわー、グラグラ強す。終わったけど、バトル。俺に挑むには100年あえよ。終わったけど、早すぎるだろ。白ひげのパンチすげえな。やるじゃねえか小僧。だろ。当たり前だ。俺は海賊王になる男だ。海賊王だと。いいね。おう。そうか、
その麦わら帽子、おめえ、エースの弟か。おお、知っとった。ああ。ルフィだよ。なるほどな。エースは今頃、海で海軍とやり合ってる。エースいるの？エースは無事なんだな。海軍に捕まったりしてねえんだな。エースが海軍に？グラララララララ。グラララララ来た。バカなことを言うんじゃねえ。あいつがそんなヘマすると思うか。あったんせ、そんなことが。無事ならいいんだ。妙なこと聞きやがる。歴史が変わりすぎてないか。この世界も私たちの記憶と大きく違うわね。なんで白ひげ海賊団が来てんだここに。あなたがここにいる理由は教えてもらえないのかしら。頼むよ。おめえらもしつけえな。何よ。そこまで知りたきゃ教えてやる。教えてくれた白ひげ。バカな息子を連れ戻しに来ただけだ。バカな息子、誰？黒ひげ？部下が捕まっているということかしら。誰だろう。白ひげが自らわざわざ。ゲラララララ、俺の家族に手出したらどうなるか。白ひげ怖いな。教えてやろうと思ってな。一味に手を出したら、ねえ、大軍率いてやってくる。恐ろしいぜ。それでこの先どうするんだ。おう、何が脱出の黒キューブの手がかりになるかまだわからないわ。ついていこうぜ白ひげに。直接的には関係ない可能性もあるけど、このまま白ひげに協力しましょう。そうだね。おっさん手伝うよ。早いとこおっさんの仲間助けよう。おう、止めてもおめえなら手出すだろうな。勝手にしやがれ。ありがとう。ルフィの性格一瞬で見えたやん。白ひげに合流した。おい、仲間が白ひげやん。白ひげと合流した一味はそれから第一局の捜索を行った。しかしそこに白ひげ海賊団の団員たちの姿はなく、一行はためらいの橋を渡り第二局へ向かうことにした。ためらいの橋を渡るんだ。すげえとこまで行くな、ためらいの橋を渡るなんて。ストップ。このまま下に向かえばいいのね。おう、第二局の下まで行けばそこに牢屋がある。だけど、だからといって、白ひげ海賊団の団員がいる保証は、うらららら、気にすんな。そこにいなきゃ、また別の場所を探す。見えてきたぞ。リュウト取ってくれ。ここは、ウソップたち捕まったとこか、昔。ここにも海兵はいねえな。妙じゃねえか？地下通路にあれだけ海兵がいたのに。そうね。海で白ひげ海賊団と戦ってるという話だから、手一杯という可能性もある。おう、待てよ、おっさん。これ絶対浸水してこない？おっさんと一緒に行くぞーっていう。大丈夫かな白ひげ。はめられてそう。最下層へ向かえ。これ昔は下から上に上がってきてたよね、確か。懐かしい。おやおや、向かうのは下ですよ。ごめんなさい。すぐ俺逆方向行こうとする癖がある。コンテナ裏に海兵が隠れてんじゃん。誰がいるのか。誰もいねえや。昔はいなかったっけ。で、迎えは言ってもよかったけどな。なんだって俺は勇敢なる海の戦士だからよ。俺に任せて。ここもなんかある。案内する。向こうにも海兵はいねえ。狙撃の心配はなさそうね。うん。よし、まあ。とりあえず降りましょうか。おいよっと。はい。さあ、どんどん行きましょうか。どこだ、ここ。海兵いるやん。どうもどうも。おじさんがいる。ヒゲモジャのおじさん。名前はバリケード少将。少将がいると。イエスロビーの平和も秘密もこの俺がすべて守る。なんだかっこいいよだって。ゆえ。てめえどこかで会ったな。相変わらず心の声が。前はいただ。確かに。邪魔だ。どけ。おっさんの仲間はどこだ。白いでかすぎて体を触ってねえけど。この下だ。って答えると思うのか、海賊どもめ。下にいるんだ。下なのね。なぜそれを。いただこいつ。この下はお前たちには地獄。海軍大将殿が待ち構えているとは夢にも思うまい。大将いるの。海軍大将。どうしてそれを。なんだこいつ。まあいい、バカ息子たちはこの下なんだな。タッチなんだ。白ひ
げはこうしておびき出せたから、海賊どもはもう用済み。何やと？今頃は処分されてる頃だろうがな。なんだって？ゆるさん。そりゃ急がねえといけねえな。もう白ひげ見ても。うちは筒抜けか。もういいわ。白ひげにビビらねえからなこいつ。やばいな。みんな出てこい。背後ってやっぱ勇敢だよね。さあ勝負だ。少佐殿、伏兵が台無しです。こんなに隠れてたのね。いっぱい入れたね。いいさ、その道全部ぶっ飛ばすつもりだしな。白姫怖いな、相変わらず。よし、さあやっていきましょうか。リミテッドオーダーかな、今度こそ。勝負の時間だ。デデデンと。バリケードを少々倒せ、レベルは59です。楽勝です。はい。バリケード少々を倒せば勝利となる。回避を倒すと、バリケード少々の能力値が上昇すると、上がるんだ、逆に。で、少々倒せば、保管回避が残っていても勝利となるぞっていう。周囲の回避を倒すと、バリケード少々が起こっちゃう。行き通り、攻撃力と根性が上昇する。回避を倒さず、バリケード少々に攻撃を集中させよう。数の多い回避を残したまま戦うのは非常に危険を伴う。そんな時は、麻痺や気絶、幻惑や混乱などを与えて行動を制限しよう。だって。じゃあ、ナミさんがまず電撃撃ったらいいのかな、で麻痺させるために。行きましょうか、バトルの時間です。バリケット少々倒せ。防衛班を甘く見るなよ。ふむ。海兵は精鋭揃いだ。みんな俺が徹底的に叩き上げた精鋭たちだ。すげえやつなんだ。多少の無理はさせたがな。そうなの、大丈夫？ラララララ、くだらねえ工場。目光ってんだよな。さっさとかかってきやがれ。さあ勝負だ。たとえ相手が白ひげだろうと、誰も逃げ出しはしない。本当に？できるだけ頑張ります。逃げ腰の回避、逃げそうやだぞ。行くぞ、白ひげを捕らえろ。いやでも白ひげ戦うとなら怖いよな。さすがに俺も怖いと思うわ、さすがに。さて麻痺にしましょうか。いくつい？サンダーブリードテンポ、やべ、回避やっつけちゃったよ。弱すぎる。真面目すぎて融通が効かないところはあるが、優秀なお前がやられるなんて。やばいぞこれ。少々殿、一言余計で。正論言う回避。なんだ？料理の腕だけは一流だって、お前がやられるとは。料理の腕だけ？ろくな奴がいねえな、ここの海軍は。うわ、少々が強くなった。やばいぞこれ。少々殴らなきゃまずいってこれ。さて、見せようぜ。全然ダメージ効いてねえ。まずいぞこれ。ガムガムの。おら、高みパンチ。レッドホー。8000。いやいや、一応ダメージは通るな。ねえ、まあ、気にせずやっつけるか。もう全部やっつけて、強くなったところやっつけよう。もう黒城、黒城。さあ一人やっつけた。ふん、なんだとは。またやっつけたぜ。第一のサーベルの使い手だが、ぬいぐるみ集めが趣味のお前が。そんなやつはいんの、ほっといてやれよって。間違いない。さあまた強くなったぞ。強そうだからって、これはまずいぞ。で、レジスト、エリア攻撃、行くぞ。燃えろ。痛い。3000ルフィ。守ってみろ。守ってみろ。何すんの？怖すぎる白ひげ。おい、白いヒード最強やろ、それ。あかんやろ。津波が起こるって。おい、やっつけてようとしてる。危ないっす。バキュン、白ひげ人を殴ったこいつ。痛い。ルフィすげえ効いてる。まずいですぞ、これ。世界最強の名前は伊達じゃない。というより、できるなら逃げ出したい。そりゃそうだろうな。ここから逃げる方法があるなら誰か教えてくれ。逃げろ逃げろ。逃げられると思うか。いや逃げていいぞ。いって。いや
ちょ、ルフィやべえな、ちょっと。さあ、クルーチェンジしましょうか。ちょっと、チョッパ出しましょう。さあ、チョッパエモン。直してあげてくれよ。回復。治療して体力回復する。あ、ルフィバケューン。いや、白ひげ殴るのいいぞ。まあ、とりあえず、バリケード少々殴りまくろう。高見えパンチ、エースはおるけど。いいダメージ、きた。めっちゃ効くねんな、攻撃。やばすぎるだろ。いくが1対3、1対1対やばすぎ世界。三刀流奥義、1対3。くれ大戦、強すぎる。さあ、やっつけた。あ、終わり。バリケード少々やっつけた。あ、終わったか。強すぎ。ゾロがやっぱ強いね。やっぱ強いな、おっさん。おう。というわけでレベルアップチョッパー、ナイス。ロビンとはもうレベルアップ。みんなレベルアップ、ナイス。イエーイ。大丈夫、上がりすぎやで、ね、レベル。よし。どんなもんや。ラララ。エースの弟、思ったよりやるじゃねえか。それハッキーも使えるからな。ルフィ、そっちも片付いたみたいだな。おう、早く行かないと。全員ぶっ飛ばしておいた。先に進めるぞ。強いね、みんなも。下に行こう。いや、白ひげと共闘するこんな世界があるだってな。すごいね。さあ、最下層の牢へ向かえですね。白ひげの、白ひげと一緒に下へ行こう。まいったな。ねえ、大将が嫌がるとはな。誰が言おうと関係ねえ、俺は白ひげだ。だってかっこよすぎるだろ。さ、また海兵がいる。どんだけおんね、海兵。めんどくさいわね。うえ、白ひげ。バリヘッド少々と福兵たちも倒してきたのか。あ、怖い。放射器を追ってここじゃないんだよ。ねえ、大将殿が到着するより早いとは。大将来てないの。我々が時間稼ぎするしかない。いいな、ガード順守。聞くな。ねえ、ゲージ順守。スマルタだったら海軍の名俺だ。止めさせてもらうぞ、白ひげ。じゃあまた、青い構造殿、そこどきな。戦うんか、これも。さあ、またバトルです。モブたちですね。いけるよな。まあ、今まで通り普通にやっつけたらいいでしょう。まあ、ゾロが一番ダメージ取るぞ。黒上行きましょう。三刀流、黒上。ウェイ、いいね。さあ、まず一体撃破。おー、ゾロやっぱ強えな。覚悟しろよ。麻痺袋、やめて。オッケーオッケーオッケー。飛ばしてやる。さあ、ルフィも言っとくか。もうこのままキングコングで。よし。ゴムゴムの、まあ、サクッとバトルは終わりです。キングコング、ウェイ。いや、さすが負けへんよ、俺は。このこいつら程度じゃ。よし。これちょっと回復入れとこうかな。回復、ルフィ。おい。で、ナミスワンは、まあ、TP かけておこうかな、ここは。いやー、あ、もう殴り倒した、すごっ。ナミスワン。経験値少な。めっちゃ弱かった、こいつ。マジただのモブ敵じゃねえか。そうだ、今のうちに行こう。さて、もう着きましたね、最下層まで。待て待て、牢屋だぜっていう。最下層来ちゃったか。これ、多分触ったら。マジし、お前、本当に白ひげか、お前ら。モブしかいねえけど。ごめんなさい、ちょっといいとこなんですって、今回ここまでにしましょうか。さあ、白ひげ仲間やったルフィたち一味です。さあ、次回なんですけど、あれですね。多分海軍の大将と戦うことになります。戦って、多分そいつらが、黒いキューブを持っていることでしょう。おそらくこの辺から展開はどん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 早くなっていって、いろんな世界巡っていくのかな。もうでも巡るとこなくない？どうなるんだろうな。ドフラミンゴとかが黒いキューブを持ってたらちょっとだるそうだけど、どうなるのかちょっと楽しみだね。はい。それでは、チャンネル登録しなかったチャンネル登録、高評価よろしくまた次の動画でお会いしましょう。あつまよう。